By the way, I'm wearing a clothes, not a laundry, guys. This is from American Apparel. お久しぶりです。真珠です。I did a question box last night on my Instagram. If you guys are not still following my Instagram, please do. It's down there, yes. And I asked you guys what kind of video that you want to watch. I thought about doing a morning routine video, but I just totally forgot. I was super motivated yesterday. I'm so gonna do this morning routine video. And then I was like, you know, charging my camera. But when I got up today, I totally forgot. The other questions that I got was how I work out, how I eat, how I stay in shape. So I thought that it will be interesting talking about my workout and my diet, my meal. I'm gonna tell you guys some tips. Let's get started. で、食事についてなんですけど、私は結構食べる方で、ご飯抜いたら私何のために生きてるんだろうってなるぐらいご飯が好きで、それもあって高校卒業してから一度75キロまで太ったことがあります。その時の原因はやっぱり暴飲暴食、大学に入ってストレスも多かったし、事務所に1年間入って活動した時期だったから慣れなかった。中学高校とはまた違うプレッシャーの感じ方を感じて、夜出かけることもやっぱりすごい増えたから、すごい食べましたね。微妙に残す微妙な量を私がもう全部食べちゃうから、人よりもすごいやっぱり食べてたし、動いてなかったですね、当時は。ヒップが100センチ超えたんですね。ヒップ100センチ超えたら着れる服がやっぱりない。で、ジーンズも入らないし、やっぱりこういう、なんて言うんだろう、上半身が見える服とかも、やっぱりこのラインが綺麗に見えないから、その時にやっぱりダイエットを始めたんですけど、1年ぐらいかけて60キロぐらい、まあ合計15キロ落としました。その時はまあ普通に3食に戻して、夜遅くはもう食べないとか、運動をちょっとだけやったんですけども、ストイックにやらなかったからペースはすごい遅くて、まあ1年経ったぐらいで落ちてきたっていう感じですね。体は圧倒的に75キロの時よりは小さくなったけど、こう引き締まりがないっていうか、メリハリがないっていうか、足もまだ太かったし、こう肩周りとか首とかはやっぱりまだこうむくんでる感じがずっとあって、とりあえず数字をやっぱり追いかけてた時期だったから、一応あります。これが私のね、あのフリーランスですごいモデルやった時にブックを作ってたんですけど、この辺の時とか痩せてたかな。顔がもっとすごいシュッてしてたし、この時は多分60キロ切ってたっていう感じです。あっ、70キロあったんじゃないかなっていう時のやつがこれです。もうなんか意味わからへんやんか。これでよくコレクションのステージを堂々と歩いたなって自分で思う。情けない。あとはまあ多分この時期とかも結構丸かったかな、顔は。横のラインが、体のラインが綺麗じゃなかったかなっていう。まあどん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 痩せてって、アメリカンアパレルのために撮影した時のやつで、これは上京して数ヶ月経ってたから、二の腕とかもやっぱなんか綺麗になってきたって感じです。この時期の後に私ついにジムに行き始め、絞り始め。ました。今までの私の体重の変動の歴史はここまでで、まあ、ここからは今のことをお話ししていきたいんですけど、私今週4、5ぐらいでジムでトレーナーとして働いてて、ランニングと筋トレを交互に行うレッスンを担当してるんですけど、お客さんが走ってる時は私は見るだけ、こう走る姿勢をまあ教えたりとかして、筋トレは私がメニューを組んでみんなと一緒にやるから、だからまあ筋トレは週4、5ぐらいで、週2、3でまあ3、4キロぐらい、気分が乗ったら5キロぐらいランニングをします。あとは週、まあ、2でカーディオバー、バレエの動き、体幹使う動きとか、あとはまあ筋トレとストレッチをやってます。結構今はめちゃくちゃ動いてて、あまりこうすごい太ったりっていうことはないです。私のそのやり方っていうのがもちろんあって、皆さんのやり方っていうのが絶対にあって、それは真似できないし、真似したとしてもその体がどうリアクトするかっていうのは人それぞれ違うから、これを見てる方が私の運動法を真似しても全く痩せない人がいれば、筋肉が役についちゃうっていう人はいると思います。今の私みたいに運動する必要は
正直全然ないと思います。なんで私がこんなに運動をしてるかっていうと、ものすごいストレス発散になるんですね。こういう仕事って言ったら変だけど、選んでやってることだからね。プライベートでも結構すごいこう悩んじゃうタイプで、ちっちゃいこともすごい大きく感じちゃうし、この世の終わりみたいな感じで、で気持ちの変動がすごい大きいから、こう一回自分の頭の中をゼロにしたりとか、日々どうしても溜まってしまうストレスを発散するために運動をしてるんですね。だからここまで追い込まなくても、自分のやり方を見つけて運動をした方が私は絶対にいいと思います。で、食事、最近の食事は外食の時は我慢しないです。私すごいお酒も飲むし、すごい食べるの好きだし、友達とご飯食べるってやっぱり本当に楽しいから、なるべく外食の時はなんか、あ、私今ダイエットしてるから食べれないとか、そういうことはなるべく言わないようにしてる。その代わりやっぱり家ではあんまり食べない。一人でご飯食べると気持ち的な満足がやっぱりしないから余計食べちゃうんですね。家では食べたとしてもサラダとかスムージーとか作って食べます。その分余計外食行くと、なんか本当に私食べるの好きなんだなって思うから、まあ余計ご飯も美味しく感じるし、次の日になったら、まあ昨日いっぱい食べたから今日は我慢しようって思える、その気持ちのメリハリっていうか切り替えになるから、私のこのやり方は本当に合ってるなっていうのはすごい思います。日本人の人は特に食べたら太るみたいな、食品の CM とかでも、あ、お腹すいた、でももうこんな時間だし食べたら太っちゃうみたいな CM、 そこに対してなんかゼロカロリーだから大丈夫みたいな、食べたら太るっていう洗脳を本当にやめてほしいなって思うんですよね。食べても太らない、これは本当に言えること。量とか時間とか、その栄養のバランスとか、どういう気持ちで食べてるのかによって、別に朝起きたらめっちゃ太ってるとか絶対なくて、ちゃんと気をつけたらむしろちゃんと食べた方が痩せるんですよね。例えば皆さんプロテインありますよね。プロテインドリンク、プロテインドリンクも結局タンパク質を普段の食事で補えられてないから、運動した後にプロテインシェイクとして飲みましょうっていうのも一緒で、そういう風になんでこれを摂取するのかっていう意味までいったら、プロテインはやっぱり必要だし、タンパク質だから、そういう意味で考えて私は食事するようにしてますね。おにぎりは朝食べて、でそれを食べる時も、炭水化物は体にエネルギーを与えてくれる栄養素だから、今食べて一日元気に頑張ってこうってすごい思うんですね。逆に夜におにぎりとかご飯とかパン食べて、私の中ではこの後寝るだけなのに炭水化物でエネルギー体に与えても意味ないんじゃないかって思うんですよ。そういう風に持っていくと、やっぱり夜に炭水化物を食べたいっていう風にも思わなくなるし、もう全てはやっぱりマインドコントロール、食事に関しては。運動、今だんだん日本でやっぱりフィットネスが流行ってきて、私のジムのみんなもそうだけど、こう腹筋割れてるし、腹筋割るために頑張ってるっていう人を本当にたくさん見かけて、女の子の間で運動するっていう習慣をつけることが流行り始めてるってすごい思ってて、流行でもジムが可愛くてインスタ映えするから行ってるとか、彼氏が欲しいからとか、理由は何でもいいから、やっぱり自分の生活習慣の中にワークアウトするっていうことをまあ取り入れてほしくて、私もこう自分に合う方法をいろいろ試行錯誤して見つけた結果の今があると思うので、まあ皆さんもぜひ自分のこう今の生活に負担のない程度に運動する習慣をつけたりとかしてもらえたらなっていうふうに思ってます。結構長々といろいろ話しちゃったから最後にまとめたいと思います。一つ目は、食べたら太るっていう考え方はやめること。食べても絶対に太らないし、量とか食べる時間とか栄養素のレベルまで考えて食べてあげると逆に痩せるようになるということ。2つ目は、人の運動の仕方とか程度とか頻度とかを 100% 真似しないことです。絶対にこれはダメです。これは特に芸能人の人とかがすごい運動しているのを見たら、すごいそうやって追い込んじゃう人ってやっぱいると思うんですけど、自分には自分のやり方があるので、ヨガが合う人もいれば、ウェイトトレーニングが合う人っていうのもいるので、もし今こうジムに通いたいなとか自分に合った運動を見つけたいなっていう人は、ぜひもう本当に近所のジムの体験とか、いろんなところ回ってみて自分に何が合うかを見つけてみてください。お家でできることも何があるか、すごい探してみてください。絶対あるので。3つ目は、
ボディーゴールになる存在の人を見つけることです。私がやってるのはこのインスタグラムのコレクション、こういうまとめれるやつの機能を使って髪の毛とかお部屋のアイディアとかワンちゃんとかやってるんだけど、その中でボディーゴールっていうページを作って、こうなりたい体を見つけて保存してます。こういう細い体はまあ憧れるんだけども、バキバキなのも好きだし、こういうのいいなって思う人を集めて携帯にいつも入れてます。これすごいいいです。4つ目は具体的な理由を作ること。最初はやっぱり習慣づけるのって大変だから、なんでここまでこう習慣づけようとしてるんだろうって一瞬こう迷いが出てきたら諦めちゃう。そういう時に、あ、じゃあもういいや、もうできないや私ってなっちゃうので、具体的になんで運動するのか、なんで食事管理をして、まあちょっとコントロールしようって思ったのかっていう具体的な理由とか目標を作っておくことです。これ最後4つ目は褒めること、自分を大切にすることも、これが一番です。やっぱり周りから痩せたよねとか綺麗になったよねっていう風に言われることはすごい嬉しいけども、多分周りに気づかれるのは 1,2 週間経ってからなので、食べたいものを我慢したりとか頑張ってジム行ったんだったら、もう自分で褒めてください。私はもういつも自分にこうやって、あ、頑張った、偉いっていつも言ってるから、明日も頑張ろうって思えるように自分で自分をたくさん褒めてあげてください。で、自分で頑張ったっていうのをやっぱり分かってるから、だからこそ余計人に、あ、綺麗になったね、痩せたねって言われたら、まあ嬉しい、気持ち悪いぐらい褒めてあげてください。自分のことを、もうポジティブな思考が体に回ってもっと楽しくなるし、もっと運動しようってなるし、どん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 いいことが巡ってくるので、いっぱい褒めてあげてください。はい、ではまあそんな感じかな。まあ私の食事のことと運動に関することをお話ししてみました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。